はい、では今回も育成パートやっていきます。バナナ育成の続きですね。はい、能力はここからスタートしたいなと思います。体型もまだガリですね。意外にデブまでいかないって感じで、さあバナナ上げて、よしと。でまずは軽トレからですね。さあドミノ倒し合って、まあもちろん成功ですね。で重トレは相変わらずプールやっていくって感じですね。もっとね賢さが下がっていくと思ったんですけど、意外に踏みとどまって1までいかなかったって感じですね。でこれ誕生日ですね。はい、4歳で能力こんな感じですね。さあもうちょっと丈夫さじゃないな、力とかも上がってきたんで回避も始めたと。で丈夫さも上げていって、重トレは相変わらずプールで、12月2週でバナナ育成1年目でこんな感じの能力ですね。まあ、まずまずかな。でこの時にちょっとプールのレベルが3まで来たんで、さすがにちょっと失敗が多くなったんで、そろそろ回避に変更していくって感じですね。この抽出制度で星3っていうのは相当難しいんですよねなのでもう回避でいってます。でこれでバナナ育成が1年半やったのかな。はい、それで能力こんな感じになりましたね。今回は左下に、バナナ育成始める前の能力も出てると思うんですけど、はい、こんな感じで育ちました。まあね、やっぱり軽トレ重トレでそこまでねがっつりトレーニングできないんで、めちゃくちゃ強くなったって感じではないんですけど、まあ十分アドは取れたかなって感じですね。はい、それでは本編の方に移りたいなと思います。はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ今回もやっていきましょう。ようやくねバナナ育成が終わったんで、はい、ほっとしてますね。で能力の方ですけど、こんな感じですね。まあ今回も別データでちょっと中精度上げた状態でやってます。本来だったらね、もう本当は、はい、まだまだ全然大会に出すっていう段階ではないんですけど、はい、今回は大会ちょっと出ていきましょう、別データで。で今回 A ランクかな。よし、行きましょう。よし、さあ頑張っていこう。誰がいるかな。シバはいてほしいよ。ゴートレックといるかな。うわ、いねえ誰が代わりに入ってんだ。まあ仕方ないか。よし、戦っていきましょう。いや、ちょっと育成パートのねあの作成の方で手間取ってるというか、ちょっと時間かかってしまってるんで、最近はちょっと投稿ペースが落ちてると思うんですけど、いや申し訳ないやっぱりね、結構いつもあのダラダラした感じで育ててたんですよでも動画上げるとなると、やっぱりしっかり育成しないとなと思って結構真面目にやってますね。いやー、よく勉強になったさあ、ナイトイップっていくかな。まあ作戦はあんまり考えてないから、今回多分勝てるでしょう。よし、うわ、よしって言って当たってしまった。ちょっと80ぐらいまで貯めていくか。まあね、この育成パートを動画でアップするっていうのは、多分このナイト編で終わりだと思うんで、もうナイト編だけはねちゃんとやるんですけど、次回からはないんでそのつもりでいてくれるとありがたいなと。よし、まあ楽勝っちゃ楽勝でしたね。次はカタリーナか。でキティ、キティがちょっとどうだろうな。やはり回避タイプのモンスターには弱いかも。あ、危険してきたカタリーナ危険か。カプランでゴートレック兄貴、上の方は勝ってるな。シャーキン、あ、負けたかよし、アキロン
アーキロンか。アーキロンって言えばアニメでも出てきたな。なんか主人公の元気とモッチーがなんか喧嘩する回だった気がするな。砂漠みたいなところで戦ってたような気がするな。今回も試していくか。そんなに命中高くないか、やっぱり確率も高くないな。よし、まあこれくらいバージーかな。うわ、あ、いいな。これあいつ覚えてなかったっけ。かまいたち覚えさせたかったんだけど覚えられなかった技かな。開口弾ってどうだったっけな。多分覚えたいと思ういい技持ってるねペチペチ、ちょっとやっぱダメージ低いな。よし、 OKOK、 この調子でいきましょう。次兄貴か。ちょっと兄貴との戦いはあれするかな。指示なしで行ってみようかな。舐めすぎかな。賢さ技使ってしまう懸念があるかな、コンピューター戦だと今ちょっと賢さ低いんで、どうだろう。ちょっと一回遊んでみるか。よし、さも兄貴にはハンデを与えてどうでしょうか。よし、お、挨拶のぐるぐるが39もある。お、来た、久しぶり見たな。あ、113か相当ダメージ食らってる風に感じるけど、まあ100程度とローリン言って言ってほしいよ。あ、ナイトウィップか。あ、意外にダメージ出るな、やっぱりガッツ溜まってるからうわー、ナイトニングはダメだな。おほほこれ食らったらすげえ時間取られるな、起き上がるまでに5秒ぐらいかかる。打って打って、よしよしよし普通に勝ちそう。さあ、あと一発力技で、おお、容赦ねえな、兄貴に容赦ねえなマジか。結局賢さ技は一発だけ。いや、普通に勝ちましたね。シャーキン、キティが今全勝。あ、ラムちゃんが勝ったか。まあここはあんまり興味ないじゃあシャーキン行きましょう。まあ得意なタイプかな。さすがに丈夫さ800あるんでね。ドリルワンだったらこのドリルアタックなんかすげえガッツダウンするんですよね結構ツーでは性能を変えられてしまってるんですけど、ワンの技はめちゃくちゃ威力高いですからねおお、やはりツーではそういうのが補正入ったのか。まあ仕方ないな、やっぱり技が強すぎるとガッツ回復が早いモンスターが強くなってしまうのかな。よし、ローリンナイト、おお、いい感じいい感じ。やはりディフェンス面での心配があんまりないんで楽に戦えますね。まあガッツダウン食らったらちょっとまずいんですけど。お、兄貴勝ったか。意外に調子いいな。お、ラムスイート盛り上げてきてるな。こいつは当たれば一発かな。よし、フレイムサンダーバン、あ、バンって42なんだもうピクシー系を去ったのが結構前だから消費ガッツも忘れてしまってんな。あれ、ナイトスネークこっちになってなかったか。これ外るか。ちょっといろいろ技っていこうかな。まあそれはいいんだけど、これでこれいいんだよな。ただ遅すぎるんだよな技の。うわ、なんだなんだ、逆襲食らってる。じゃあこっちもガチですよ
うわぁ、近づいとこう。賢さ技はまずい。撃たせねえよ。よし、よしではない。なぜかよしって。うわ、危なくないか。まずいぞこれ。これで、はい、負けたんじゃない。負けた。おー、勝った。危な、舐めすぎたな。賢さ技も使っていったかな。危ない危ない。さあ最後カプラに勝って全勝を飾ろう。カタリーナ、誰が負けてるんだろう。みんなそこそこ負けてるんだよな。じゃあカプラン、ちょっと嫌なタイプですね。さっきのキティのトラウマが、まあ、しっかり技当てていこう。ダックミサイル、こいつ僕好きだったんですよね。ダックン、ダックンじゃないな。ダックンか。よく育ててた。ダックミサイルよく使ってたな。水飲みアタックあんまり使ってなかったかな。これは命中技か。お、空爆。お、あ、大したことないじゃん。まあ、こっちも硬いっていうのがあるか。じゃあお使いです。おー、出たな。よしよし、全勝全勝。まあ、当たり前ですね。さあ見守ろう。おー、お姉さん強えな最後。アキロの勝利で、兄貴と、おお、兄貴4勝か。まあまあ、よしよしよし。もう次回は S ランクかな。ついにマホロディ兄さんと勝負も近いな。で5400。はい、ということで今回は A ランク戦ってみました。まあ、前回もね、大陸対抗戦で A ランク級のモンスターと戦ってたんで、まあ楽勝でしたね。さすがにもうバナナ育成も終えて、能力も高くなってきたんで、まあこの状態でも S はちょっと難しいかもな。回避が低いか。まあ次回ね、桃を投与していって、はい、さらに能力上げて、多分覚醒がいけるかな。次回は覚醒会したいですね。はい、こいつはどれぐらい強くなるのか楽しみですね。はい、それでは今回の動画はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て焼きにつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。